はい、ご視聴ありがとうございます。トロピオ塚です。ということで今回は、発売間近ということで基本セット2020注目カード10選ご紹介していきたいと思います。最近は MTG アリーナで、発売前に先行リリースされているので一旦使用感を確かめてから、まあ、実際よかったら紙で買ってみるっていう動きができるので結構便利でいいですよね。僕もちょっと一回触ってみてちょっと評価変わったカードとかもあったので、まあ、そういった使用感を加味した、基本セット2020注目カード10選、まずは神々のおぼし飯テイロスからの再録カード、帰ってきましたプロテクション。かつてはマイセット常連の効果でしたが数年前から収録されなくなっていました。例えばプロテクション赤という効果だったら赤のカードの呪文や能力の対象に取られずダメージも受けないし赤のクリーチャーにはブロックされない、それがプロテクションの効果です。この神々のおぼし飯というカードはですね、まあ、優秀なコンバットトリックなのでそんなカードをたくさん採用しているデッキで使われると思います。今のスタンダードならばそうボロスフェザーですね。今までは破壊不能をつける防護の光しかなかったので、まあ、追放除去やバウンスには対応できなかったんですけれどもこのカードのおかげでケアできるようになりました。まあ、フェザーデッキのキーパーツはほとんど次のスタンダードのローテーション落ちがないため次の環境でも期待ができますね。続いて攻守された処刑人、じゃあ3マナ11飛行2体とスノボディは貧弱、まあ、ですが今回飛行ロードである天球の足や飛行クリーチャーを並べることに意味がある天空の刃セファなどサポートするカードはたくさん収録されています。また到達持ちや面倒なクリーチャーも4マナで追放できてしまうのが意外と使いやすい能力でした。いやブロッカーがいなければ勝てるのにというタイミングで使えるのがいいですし、相手からすればトークを出して仕事をしたクリーチャーに対して除去はあまり使いたくはないでしょう。翼ある言葉などもありますし青白飛行ビートダウンはデッキとしてもかなり活躍できそうなので期待です。そしてそんな青白飛行に入りそうなベインズオーカーがこのブーヤンリープラス効果はオリジンジェイスの裏面のインパクトを考えると疑う余地もなく強く、そして3マナのプレインズオーカーがマイナス能力で44飛行を出せるのはとても魅力的です。ただし3マナにはテフェリーやナーセットという強いライバルがいて、しかも役割も違うので構築センスが試されます。アリーナでは対青黒コントロール相手にボーラスの占い師からのムーヤニとやられてすごく厄介だなと思いました。ヤンリー守るカードときてヤンリーという感じで動くのが理想的ですね。まあ、発売直後にカルディアントノミンセンターで行われる環境維持戦でもきっと活躍してくれると思います。続いては苦悶の権限、まあ、今後黒いデッキが3マナあるときに墓地をしきりに確認しだしたらこのカードが出てくるかもしれません。採用しそうなスルタイミッドレンジのカードは一般的には9から11種類のマナコストがあります。まあ、序盤から大きいサイズで出したい場合は専用構築が必要になりそうですね。墓地を壊すゴルガリのインサンの小類デッキで使ってみたら安定して44か55ぐらいのサイズで運用できたので、まあ、コストパフォーマンスとしてはかなり高いように感じました。また墓地からこのカードをリアニメートする場合には自身も数に入れるのでお得です。さあ5番目は口ゆくレギサウルス凶悪の3マナ76、この手のカードには強力なデメリットがつきものですが毎ターン1枚ディスカードだけ、しかも手札がなければデメリットなしと、まあ、かなり使いやすそうに見えます。ドブ骨や再活のような捨ててもあまり問題ないカードと合わせればデメリットも軽減できます。序盤から手札を全展開するようなビートダウンでも強そうですし、サルカンの封印破りとの組み合わせは抜群に相性がいいですね。手札を捨てるのがアップキープなのでドローを阻害しないですし、こいつ自身がゾンビで5段以下では商売が返ってきます。なので大暴れに期待したいところです。まあ、ちなみにコールルーンの執行官や平和な心などで対処されるとちょっと悲しみを背負います。さあ6番目は丸焼き、さあ赤の色対策カード、まあ、効果も優秀ですし特にこのイラストとフレーバーテキスト最高じゃないですか。ライラやテヘリンも返しで落とせますし何より打ち消されないのが素晴らしい。先ほど述べた青白飛行デッキが登場しそうなのでそのアンチカードとしても活躍しそうです。7番目は目覚めた猛者チャンドラ、さあ来ました6マナの新マレアプレインズオーカー、打ち消されないプレインズオーカーってもはや反則なのではと思いますよね。プラス2で対処不能な高級的にダメージを与える能力はまさにコントロールを殺すために生まれた能力で、しかも何回も重ねることができます。マイナス3は全体除去、ビートダウンにも強い能力、そしてマイナス X も気軽に使える単体除去で追放されるのがとっても心強いですね。このカードをマナカードの頂点として赤段コントロールのようなデッキができるかもしれません。まあここまでチャンドラを褒めてみたんですが、まあ、ちょっと使ってみたところ若干評価が下がった部分もありました。まずはマイナス3の
全体3点なんですけども、環境にエレメンタルがそこそこいて、意外と相手のクリーチャーが残ってしまうことが多かったんですよね。スタンダードにいる代表的なエレメンタルは世界を揺るがすものにしさでクリーチャー化した時ですね。早々、まあ、対戦環境ではかなり人気だったこのカードに対してチャンドラの効果が噛み合ってないなと思うところはちょっと難点で、まあ、マイナス3しても回収に倒されてしまうという状況も結構ありました。なので今の環境だと思ったほど活躍しにくいかもしれません。とはいえどうなるか注目のカードなのでここで1回ご紹介いたしました。8番目はヨムレの伏兵。まあ、ちょっと過小評価されすぎなのではと。一見狼の部族専用カードのようにも見えるんですけども、単体で使っても十分強いです。収束によって隙がないし、何もしなくてもトークンを無尽蔵に生み出せます。まあ、4枚でかなりサイズも悪くなくてトークン生成能力持っていて、まあ、以前スタンダードで大活躍した高原の狩りの達人を思わせる能力になっています。3番のビビアンと合わせれば自分のエンド時に狼トークン、相手のエンド時に手札からクリーチャーを出すという動きもできますしね。まあ、ちょっと自分のターンに動くと損した気分になっちゃうので、出した後はインスタントの除去を構えておくという動きも面白いと思います。緑系ビートダウンで全体除去をケアしながら動けるので、ぜひ4枚揃えておきましょう。そして9番目は死者の原野。さあ令和のバラクード出ました。基本セット2019の風景の変容で出したい土地ナンバーワンですね。まあ、同時に7つの異なる土地を場に出せばそれぞれ誘発するので、なんと7体のゾンビトークンが登場します。生ける竜巻や世界のるつぼ、ムルタニなど土地関連のカードも豊富にあるので、令和のスケープシフトデッキが活躍するかもしれません。召喚用があるので全体除去でやられてしまう可能性もあるんですけれども、すでに速攻をつけるサモトなどを入れてその隙をなくす構築も生まれてきています。個人的には新カードの茨の騎兵もぜひ採用したいですね。そしてラストは戦慄ランド5種類です。こちらテーロスブロックからの再録です。この土地が出た当初はあまり強くないだろうと思われていたんですけれども、まあ、いざ使ってみると戦術によるライブラリー操作能力が地味ながらとっても強いということが判明しました。土地をこれ以上引きたくない時には下に送れますし、序盤で土地が欲しい時には探すことができて、まあ、事故を減らしてデッキの安定性を高めてくれるカードでした。まあ、後で引けば相手のデッキに合わせて不要なカードを下に送るなど、本当に使ってみれば分かる強さというか、使ってみないと実感できない強さがこの戦慄ランドの魅力です。まあ、現在のスタンダードでは採用枚数が抑えられるかもしれないんですけども、ドミナリアとイクサンが落ちてチェックランドがなくなれば4枚採用間違いなしのカードだと思います。というわけで基本セット2020注目カード10選でした。まあ、ちょっと10枚だけの紹介だったので、この他にも密かに注目しているよっていうカードがあったら、ぜひぜひコメントの方よろしくお願いいたします。というわけでこの動画は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。